どうも、おりの晩食です。こんばんは。えー、時刻は、もうすぐ、うん、0時半ということで、うん、ちょっと遅くなっちゃいました。すいません。ね。えー、ちょっと今日はね、試合を見れてません。ね。だからまあ、えー、一球速報と、 ダイジェストね。うーん。で、まあ、試合、ああ、渋い試合してたねーって言いながら、黒、黒霧島いただいております。<laughs> いや、今日も暑かったねー。いやー。現地の皆様、お疲れ様でございました。ねベルーナドーム。うん。まあ、選手の皆様もね、もちろん、まあ、お疲れ様でございまして。 いやあ、なかなかですよね。8月のベルーナは。ええー、私も昨日ね、行ってまいりましたけども。うーん、あれは大変ですよ。うーん。もう蒸されて蒸されて。ねーもう肉まんになった気分でございますけどもね。うーん。まあまあまあ、私はまあ肉まんみたいなもんなんでね。まあ文句は言えないんですけども。 まあ、なかなか大変な環境でね、ちょっと試合を連日ね、していくということでね、やっぱ皆さん、選手の皆さんもね、まあ特にコロナ明けの選手もいっぱいいますからね、うーん、なかなかきついかもしれませんよね、うーん。そしてやっぱセーブがね、やっぱり強いね、うーん。いやー。 やっぱその、この前のカードのロッテさんはね、なかなか、やっぱチーム状況があまりよろしくないのか、まあミス、ミス、ミスということでね、まあこっちのミスを上塗りする形でね、まあ、ミスをしていただいて、まあなんとか勝ってたというのが、やっぱ、今やっぱチーム状態のいい西武さん相手になってくると、まあ、現実突きつけられるよね。 うーん。やっぱ、調子乗ってただけやったかなっていう気持ちになっちゃうね。うん。ちょっとロッテさんの調子が悪かっただけやったんかなっていうね。うん。まあ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 ね。まあ言うとりますけども。残念でございました。今日は3対1で負けでございますね。 えー、先発は宮城君ということで、えー、まあ先制点はねちょっと厳しい判定まあどっちだろう、うん、ストライクでいいんじゃないかなっていうね、うん、ボールをねちょっとまあボール判定ということで押し出し、うん、そしてその後は、えー、森友哉君に、えー、2発、えー、ソロを2発、えー、打たれまして。うん 3失点、今日はね。7回途中3失点で6敗目ということで。うん。まあでも、ね。7回途中3失点やもんね。うーん。まあまあ、攻められないよね。きっとね。うーん。まあちょっと内容がどうだったかっていうのは、ちょっと私、試合目れてないんで言えないんですけども。うーん。この結果だけ見るとね。うん。 頑張ったんじゃないかな。援護がね、欲しかったなっていう試合なのかな。うん。で5回、トングちゃんがね、えー、初球を叩いていただきまして、1点差。ね、ソロホームラン。ってことで、ね。うん。でもまあ、ちょっと打線の方は今日は元気なくてね。うん。まあなんか、どうなんですか中川くんなんかは、あ、じゃあ今日はあれか、クリーンナップが全然打ってないんかな。うん。 中角のあたりもね、ちょっと正面ついちゃった感じですかうん、ラオウはちょっとバットボキボキ寄られてて、悔しがってましたね。うん。福田がね、うん、セーフティー、ね、見せて、うん、なんとかしたいっていう気持ちはね、やっぱみんなあるんだろうけどもね。うん。まあ、なかなか今日は相手投手陣を打ち崩せませんでしたっていうことでね。うん。 残念でございます。ね。で、まあえぇ、ー、ちょっと7回ね、うん、宮城くんが、ちょっとランナー背負って、う、え、ん、ー、ってとこで、まぁ、あ、能見さん登場しまして、ちょっと三球ほどね、ポンポンポンと投げていただきまして、うん、まあ、まあ、えぇ、ー、なん、なんていうんですかね、まあ沈めていただきまして、レオ打線をですね、えぇ、ー、そしてまあナイスピッチということで、うん。そし心配はこちら。 8回、正隆さん、デッドボールでちょっと交代しちゃいましてね。うん、これ心配ですね。ちょっとね。正隆さん、これで離脱という話になってくると、これまただいぶ暗雲が立ち込めてきますわね。うん。そして今日のね、なんて言ってもこの収穫はこれじゃないですかね。うん。この支配下登録されました、この宇田川君が、プロ初登板で、えー、三振二つを奪う。 ナイスピッチングということで。最速157キロです。ね。素晴らしい。ナイスピッチング。ね。よかったね。支配下に慣れて。うん。いやこれ、すごいよね。いい球投げてたね。うーん。いやー、あれ玉だったんだろうね。これ、やっぱりコントロールがついてきたことによって、これは使えますよっていうことで、支配下登録。ね。そしたら案の定、これ。 うん、ナースピッチってことで。ねえ、オリックスのこの投手の、投手の育成力ね。ああ。これはもう確かなものがありますわね。うん、オリックスの投手育成力っていうのは。ああ。これ確か宇田川君っていうのはあれね、ドラフトの時、仙台大学ですかねあ,あの時、あの、佐野幸和君と、あのー、ドラフト育成、 育成やったら、まあ、入団拒否みたいなね。うん、こと言うてて。でも、育成で指名されて、どっちするの、どうするのかな、って、入団拒否するのかな、思ったら、やっぱ入りますっていうことでね。うん、入ってきた、あの二人のうちの一角ですよね。うん。いや、よかったよね。こうやって育成として。うん、愛育成としてじゃなくて、支配下としてね。うん。なんか、 戦力になりそうですね、宇田川くん。すごいいい球を投げてたよ。ね本当に。ナイスピッチングということで。うん、まあ、しかし、今日はちょっと負けちゃいましたね。うん。じゃあじゃあ私、筋トレね。久しぶりにするね、筋トレも。うん。い うん、ああああそうだ、私ね、あの、オリックスのねキャップ買いましてん、うんあの、オンラインショップでね、新しいオリックスキャップを買っちゃいました。えーえー、あの、前までは、ね、あのデサントのね、あの何ですか まだ BS、B ズやった時代のね、えー、あのキャップをね、愛用してたんですけども、ちょっとね、あの、奥さんにね、あんたちょっとそれで外出んのやめてくれないって言われてね、なんでつってね、かっこいいよね、あれ。うん、ちょっと、だってオリックスじゃんって言われてね、何言うたお前、 デザインもね、かっこいいしね。私はおしゃれで、おしゃれも兼ねてね、これ外に出てるつもりだったんですけども。奥さんに、ああ、やめてくんないって言われてね。あ、そうつってね。じゃあこれだったらいいつってね。よいしょ、ちょっと待ってね。これ。これ買った。これ。ね。うん。ほら、見て。 これニューエラだからね。ニューエラ。うん。これならいいでしょって言ってね。うん。これなら送り迎えしてもね、大丈夫よね。きっと。もう最悪これ、レッドソックスだって言い張ればいいしね。うん。私はね、ちょっと、この夏は、このニューエラバファローズキャップで、えー、おしゃれに決めていきたいと思います。というわけで、俺の晩酌でございました。さよなら。 Bye bye.